リーグワン三菱重工相模原ダイナボアーズがおととい、アリオ橋本でフェスタを開きました。およそ6000人が来場したダイナボアーズフェスタ。会場ではトークショーやサイン会、スタンプラリーなどが行われ、ラグビー体験では選手とスクラムを組むなど集まったファンと交流しました。ぜひとも今シーズンもまたグリーン染めたスタンドを見ていただき、その後一緒に勝利を楽しんでいただけたらなと思いますので、ぜひとも現地に応援していただきたいと思います。昨シーズンは目標であった入れ替え戦を回避するというところを目標達成できましたし、今年はチームとして成長していって、で、最終的にシーズン中に一つでも多くいい結果残せたらいいなと思います。たくさんのファンが来ていましたね。いい雰囲気伝わってきました。ファンの声援を力にして開幕戦に向けこれからも頑張ってほしいですね。